はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温32度、水温28度。今日は離島方面、竹富島の南エリアでスリーダイブ楽しんできました。竹富島の南エリアといえば白い砂地のポイントが有名でございます。この砂地の周りにはコモンシコロサンゴや指枝浜サンゴなどのサンゴが群生しています。サンゴの周りにはデバスズメダイやヨスジフエダイがたくさんついていて、なんだかトロピカルでとっても南国チックでございます。他にも小さなサンゴにもデバスズメダイの子供たちがついて、めちゃくちゃ可愛いんですよね。サンゴが白くなってしまっているのが残念なんですが、まあこれはこれでちょっと綺麗でいいですよね。他にも砂地を代表する魚といえばスカシテンジクダイですね。今日も至る所でスカシテンジクダイの群れを見ることができました。この魚は多ければ多いほどいいですね。こちらはケラマハナダイ、ピンク色の体がとっても綺麗です。ケラマハナダイのオスが集まってクラスターリングという行動をしていました。オスだけが一箇所に集まって群れ全体の情報交換をしているそうです。女子会ならぬオス会でございます。砂地エリアの他にも地形ポイントでも遊んできました。細長い水路を抜けていくアドベンチャーティックなダイビングを楽しむことができます。天気もとっても良かったのでめちゃくちゃ気持ちよかったですね。明日は現在故障者リスト入りしているノア号ちゃんの修理に励みたいと思います。治るといいですね。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。